自分がかっこいいっていう提案したいスノーボードをやっていきたいっていうなんか自分から提案したい、なんかこう足首2回折って、うん、背骨2回圧迫骨折、尾骨骨折、ここの靭帯をプラプラし切れてて、でまだ好きってやばくない？村スノーライドライフ。山帰り、はい、カリスマアンディこと安藤健二です。よろしくお願いします。まあ、カリスマではない、まだ慣れない。いやカリスマって何だいたい。いや俺もあんまりよく分かんないけど、うん、死ぬまで元気だもんね。そうだ、うん、それは目指してる、うん、じゃあちょっと軽く、まあ、アンディ知らない人もいるだろうし、スノーボードをやるまでのきっかけ、いやこれ違うな、俺がそういうこういう世界に入ったっていうきっかけってこと。ああいいね、それいいよ、それ。それはもう自転車なんだよね。自転車最初。最初自転車がすごい好きで、でまあ最初はばあちゃんがなんとか買ってくれて安いの、うんうんうん、してる間にその雑誌の中に、うん、BMX のスケートの広告とかもいっぱい入ってたさ、うんうんうん、でその時に初めてマーク・ゴンザレスがシグネチャーモデルを出した年で、うんうんうん、プロになった年で。うんでその板がめちゃくちゃかっこよくて、 それでスケボーを買って、うん、もちろん俺そのゴンザレスのファーストシグネチャーを買ったの。それがいつの話？それが12、3か4か。早いな。今だったらね、その12、3だったら遅い気するけど、当時だったらね。そうだね。いないもんね。だってもう今の14歳なんて死ぬほどうまいから。いや、わかるわかる。スケボーからスノーボードまでは結構時間あった。その後にその専門学校行って、でスケートとかスノーボードとかサーフィンのショップでバイトしだして、うんうんうん、でその時に、うん、ジョイライドの昔のビデオを見たんですよ、うんうん、セブンスギアから、うんうん、それが衝撃的にかっこよすぎて。ジョイライド誰だっけ？ロン・ロジャース。ロン・ロジャースだね。もう一気にスノーボードしたくなって、うん、でもちろんそれもジョイライド買って今だとイメージないけど、ね、もらったんだ。もらったお店にして、うん、最初のスノーボードって、うん、その足くっついてるから、うん、やっぱスケーターだから生意気でしょ、うんうんうん、あのこんなの簡単でしょみたいな感じです、うん、でやっていくうちにやっぱりそのなんつうんだろう、難しいとこ後から出てきたのさ。スノーボードのスノーボード、うんうん、スケートは最初から難しいでしょ。そうだそうだ。で難しくて、である程度の基本やったらあとはもうそれ応用編だから、うんうん、なんか難しさのなんていうんだろう、あれの基本が分かってればずっとできていくっていうスケートはイメージなんだよ、うんうん、でもスノーボードってそうではなくて、うん、簡単だから一回基本を飛ばして先に行っちゃう場合が多くて、あるね。だから俺なんてカービングできなかったけど、うんうん、飛んだらファイブボディ全部回せたし、うんうん、なるほど。でもカービングは基本できなかったから、うん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 、だからやっぱそのくっついてる分だけイージーに動かせるけど、うんうん、逆に滑れば滑るほど基本が大事なんだなっていうのが後から分かった。基本ね、うん、そういう単純な基本で、俺の場合だとそういう滑ってどうやって曲がってるかすらも俺知らなかったし、自分の中でやってるんだけど、ね、エッジってなんだろうと思ったから、うん、でも雰囲気でカービングはやってたじゃん。そう、うん、でプロになる時まで、うん、しかもブーツとかも俺紐ここまでしか巻いてなくて、あいや関西人多かったのよ、うん、で北海道じゃありえなかったけど当時多かったね。そうでスケートもやったから足首動くのがいいじゃんみたいな感じで、うん、まあこれも基本でしょここまでの、うん、そうだ。で何の気なしに上まで結んだのさ、うん、めちゃめちゃ滑りやすかった。めちゃめちゃ滑りやすかった。初めて知った。初めて知った遅い、うん、でプロになりました。腹立つわ。プロになりたい人は紐を結べもなれます。なれます。いや今の時代そんな紐緩めてる人なかなかいないから。今逆に緩めようかなって思い出しても来てるけどね。あれ同じような年代でずっとスノーボードやってきて、うん、こっから先の自分のスノーボードっていうのはどういう風にやっていこうとかっていうなんかビジョンみたいのっていうのはある？ビジョン、まあ、正直わからない、うんうん、なんかそういうその都度流動的っていうか、うん、自分の思ったことが変わっていけば違う方向に行くだろうし、うんうん、まあその自分がかっこいいっていう提案したいスノーボードをやっていきたいっていうか、なんか自分から提案したい、なんかこう、なるほど、なんか見てる人たちにこんなスノーボードどうみたいなとか、
でも実際やっぱりスノーボードそのアンディと滑った人がやっぱりみんななんか同じようなこと言うんだよね。やっぱりああいうスノーボーダーの人いるんだ的なことをよく俺は聞くことがあって、でもその時に聞かれて俺が言う言葉はいつも、いやあんなもんじゃない、あれぐらいやるっしょっていうさらっとしたもうさも当たり前かのようにも言うんだけど、もう松井さん見て育ってきたからもう松井さんの動きを全部コピーして育ってきたから、もっとそれで合ってると思います。もっとちょうだいでもねお互いにねちょっとあの痛いところ結構多くて、もう最近なんでここら辺になんかあのすごいソングとかつけてね、もう外しちゃったけど、うん、やるような世代になってきたんでね。そうやね、うん、もう膝だけで言ったらこっち2回手術し、こっち1回手術してるし、うん、右肘靭帯、ただあばらは5本3本、うんうんうん、足首2回折って、うん、背骨2回圧迫骨折、うんうん、尾骨骨折、うんうん、ここの靭帯をプラプラして切れてて、うんうん、手首も2回骨折、うん、怪我のデパートだね。そうやね、うん、でまだ好きってやばくない怪我してる間に、うん、違うものを習得しようと、ギターをもうちょっと上手くなって釣りの道具をこう自分で作ってようとか、うん、もうひたすらオンライン麻雀してようとかいろいろ考えるけど、おうおう、もうどれも飽きる飽きる、もう動きたくてしょうがないそうか、根本的にやっぱ外にいるのが好きやから、暇嫌いだよね。嫌い、うん、暇をしてるぐらいやったら寝る、うん、寝る、うん、じゃあ最後に、はい、家にじっとしてるような人たちに向けて何か熱いメッセージもらっていいですか。家でじっとしてる人たちに、うん、じっとしてなさいなんで、うん、逆にそれはそれで楽しいんでしょう。じっとしてなさい、その代わり俺はもっと楽しい動いてる、動いてる分ね、うん、あそうだね、うん、じゃああの絵も竹縄っていうことで、おう今日は西から来た、うん、カリスマ安藤健二、アンディでした。ありがとうございました。ありがとうな松井先輩思う気持ちがないつもみたいな、みたいな君の笑い声、あそれ君とみたいな、いやいやいや、フラストライドだ、あそれ、イエイイエイイエイ。